これ病院でしょ。イスラエルすごく悪く見える。ICC はインターナショナルクリミナルコート、国際刑事裁判所、国連で投票するの可能性があります。10月の7日始まった時に、1400人イスラエルが死んだ。イスラエル軍に殺された。そう。こんにちは、カズです。こんにちは、マックスです。越境 3.0! はい、こんにちは。はい、皆さんもよくご存知のマックスさんです。はい、元アメリカ海軍情報局で、そして軍事評論家のマックス・フォン・シュガーさんです。YouTube チャンネルの軍事歴史がマックスわかるをやっております。はい、OK、マックスさん、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。イスラエル・ハマス戦争に関して、イスラエルのガザ侵攻なんですけれども、はい、いろんな報道を見てると、アルシファ病院を包囲して、その下に、ハマスの、最大の軍事司令部があると。そう言ってますよ。言ってますよね。言ってます。しかしね、すごく、これ、PR テクニック、パブリックレーションズとか、PR テクニック、すごく悪く見えるよ。やっぱり病院でしょ。うん、いっぱい人た、普通の病気の人たちとか死んでるんですよ。子供もいっぱい死んでる。で、これすごく悪く見てる。だから、本当にそのでっかいの総司令部見つけないと、イスラエルすごく悪く見える。そうですね。で、見つけても、悪く見える。病院もね、電気もね、食料も全部止まってるから、止まってる、ね、病院はほとんど運営できてなくて、そうです。患者が死んでるっていう話も、ね、いろんなメディアで見ます。で、結構世界の国々がイスラエルの行為が増えてるんですよ。うん。いろんな国。で、イスラエルがひどいことやって、アメリカも、アメリカの外務省の中から、ちょうど今日私見出し見てて、記事読んで、外務省の中に100人のスタッフがメモを書いてて、上司の方に、ブリンケンとニューレンが絶対イスラエル戦争賛成。賛成、でも100人のスタッフが、これひどい、だからすぐ停戦させましょう、ブリンケンがネタニヤフに圧力かけて、なぜかアメリカすごく悪く見えてるよ、アメリカこの戦争を支持してるから。そうですね、こういうことありました。100人のアメリカの外務省のスタッフがこの戦争も反対、それも分かりますよ。私も一応国籍アメリカだから、恥ずかしいよ。本当にこれ、かなり非人道的なことになってますからね。で、もう一つの話はね、これ英語で ICC、ICC はインターナショナルクリミナルコート、国際刑事裁判所。うん、で、よくプーチンに、ウクライナ戦争でプーチンが悪いとか犯罪者とかひどいことやってる。じゃあ、イスラエルのリーダーたちは、それが、いろんな国々は国連で運動始まってて、国連で投票するの、可能性があります。まあ完璧に、これアメリカの二重基準ですからね、イスラエルに対する対応とロシアに対する対応とも全く違う、全然二重基準です。でもこれがアメリカ大使が弱くなっているの印ですよ。もういろんな国がアメリカばっかり聞けないんですよ。以前に、このカズさんのチャンネルで、出したんですよ、その動画。ハマスの兵隊がタノから上がって、さささささっと走って、ありました。爆弾が戦士の上に置いておく。はいはい。しかし、私、元海兵隊。もう海兵って海軍上部で、両方ね。私の訓練で、砲兵で、うちは戦士の周りに行くんですよ、砲兵で。それならないように、戦士を守るため。戦士の中からすごい見づらいんですよ、外のことで。だから、砲兵はどこに行ったんですよ。やっぱり隠れてるんですよ、イスラエルの砲兵。なぜか、外出ると、狙撃兵、ハマスの狙撃兵が結構ブンとブンと撃ってるから、戦車の中に隠れてるよ。それで戦車に簡単にやれる。なんでね、動画ね、イスラエルはなんでこんなにガードが甘いんだって思ってたんですけれども、そう。この要はイスラエルが、その歩兵を本当は普通は周りに置いといて聖書を守るんだけれども、そう。ガザの場合は、ハマスの狙撃兵がそこら中に隠れているので、そう。恐ろしいから。瓦礫あるから、すごくあちらこちら書きやすいから。だから、あれか、外に出ないで、イスラエルの歩兵は全部戦車の中に隠れてるから、戦車の周りがガードが甘くなっているということ。だから爆弾が仕掛けやすくなっていると。そう。なるほど。まあ本当に、ドラヌームになってるんですよ。これ、どういうつもりですか、ネタニヤフはね。ネタニヤフははっきりアメリカにこう言ってるんですよ。ハマス負けても、ずっとイスラエルがガザを警備する。こういう写真があるんですよ。これイスラエルの国旗ですね。そうですよ。で、これガザのビーチ。ガザの中ですよ。イスラエル兵が自分の国旗を出して、そして国歌を歌いました。これが私たちの土地です。これはすごい先導的に、いろんなアラブの国々が
もちろんこれ起こってるんですよ。いや、これは挑発的ですね、扇動的ですね。そう、イスラエルがガザ自分の土地を取って、エラブ人を追い出そう、浄化するとか。ガザはイスラエルのものですよって言ってるようなもんじゃないですか。そうそうそう、もう本当にこれ解決がないで、アメリカがもうバイデン政権がずっとブリンケン国務長官とかなんかね、イスラエルをバックしてるけど、アメリカ圧力できるよ、イスラエルに。でもアメリカのバイデン政権の言うことを今のネタニヤフ政権は聞かないですよね。聞かない。ネタニヤフの方が聞かないから、じゃあ問題は、じゃあネタニヤフをすごく人気ないからね。なんとかなくして、まあ選挙がいいけどね。ネタニヤフももうこれ引きずり下ろされるの時間の問題じゃないですか。国民はネタニヤフに対して反旗を翻してますよ。反対ですよ。結構イスラエルの中も反対もいるでしょう。ですよ。かなりいますよね。ね、だから時間の問題で彼がもうすごく厳しい厳しいの道ばっかり行ってるから、ダメですよ、そればっかり。これだって戦争始まる前から、ネタニヤフに対するその反政府デモってあっちこっちで起きてましたから。あとこういうニュースもあるんですよ。ガザの方に戦争始まってから1万人以上死んでるね。10月の7日始まった時に、1400人イスラエルが死んだ。っていうことあるね。当日ね。でもね、結構数多くはイスラエル軍で殺された。イスラエル軍に殺された？そう、イスラエル、もう攻撃したんでしょ、ハマスが。で、イスラエル軍がハンド。で、一番ハンド、早くはね、例えば軍用のヘリ。ヘリ飛んでると、誰がゲリラ、誰がハマス、誰がイスラエル人。走ってる人がイスラエル人。逃げようとしてる。でも歩いてる人はハマスのゲリラじゃないかって撃ちます。わからないのか。区別がつかないで、もうとにかくもう無鉄砲に攻撃をしてて、それで1400人が殺された、もちろんハマスは何人も殺してますよ、確かに。でも赤ちゃんというか子供がすごく数少ないんですよ、実は。イスラエル軍がいっぱいいるときって、なな少ない。で、普通の市民、結構イスラエル軍も殺しましたみたい。ハマスも殺したんだけど、でもこれは、まあイスラエル軍が悪いっていうか、なんかはっきり、パニックしたんじゃない？パニックですね、いわゆるね。パニックですね。そうそう。だから、結構泥沼になってますね。本当に泥沼になってますよ。これ実際でも、アルシファ病院の下っていうのはどうなんでしょう？本当にハマスの広大な司令部ってあるんですかね？どうでしょうね。私なんと見えない。よくわからないけど、どこでもいろいろタノがあるけれど、メインの司令部はない。で、私、アメリカ生まれだから、ベトナム戦争を覚えてるんですよ。で、ベトナム戦争、いつもアメリカ、プロパガンダで、リーダー殺しましたとか、共産のリーダー殺し、共産のタノを見つかったって、いっぱい爆発されたとか、いつもそういうプロパガンダ出るけれど、現実的にどうでしょうね。アメリカがベトナム戦争で負けました。だから、これも同じように聞こえますよ。このイスラエル政府が言ってることね。これ、この戦争は終わらないですよね、まだね。ネタニヤフがプッシュしてる、やっぱり終わらないね。なんか、やっぱりまず停戦。まず停戦が必要。でも、ネタニヤフはね、全員捕虜を返さないと、停戦は応じないと言ってますね。でも、こういうやり方で捕虜返すと死ぬ。はっきり。そういう捕虜いるところに攻撃してるから、もう大体もう死ぬでしょう、とかなんかね。捕虜の安全もなかなか確保するのは難しいですね。難しいですよ。本当に難しいですよ。こういう、なんていうのを、もう嫌悪感っていうか、ヘイトかなんか、だん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 深くなるとかなんか、そうですね。イスラエル、どんどん孤立化しちゃいますね。ね。で、アメリカも、その砲弾とかなんかないからね、爆弾もないからね。アメリカもだからイスラエルへの支援は、これ続けられないでしょ。続けられない。でも、その割には、シリアへの爆撃とかやってますけどね、アメリカもね。まあね。で、問題は、ロシアが海軍基地あるんですよ、シリアに。そうですね。で、ロシア兵とアメリカ兵が直接、ぶつかったらどうするでしょう、ね、で私も冷戦時代のもう兵隊だったからね、絶対アメリカ兵とロシア兵が直接会わない、に頑張りました、両サイドが、会わないようにちゃんとコントロールするということですよね。そうお互いにね、今のバイデン政権でそれ気にしないみたい、でそれ怖いんですよ。すぐ核戦争までエスカレートできるかもしれない。だからバイデン政権の動き方によって相当このやばい戦争になる可能性は十分、まだ十分ですよ。十分あるということで、ありますよ、はい、ありますよ、はい。本日はイスラエル・ハマスの状況をマックスさんに解説いただきました。マックスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go!
世界とつながりたいあなた待ってます。